皆さんこんにちは、ボーカリストのケンです。今日はですね、東京街歩き休日編ということで、本当に久しぶりに日本に帰って1ヶ月ちょっと滞在したんですけれども、まあコンサートの準備とかで忙しかったんですけども、この日はちょっとオフの日ということで、まあ久しぶりに東京で過ごした休日の様子を皆様に今日はご覧いただこうと思います。この日はまずは銀座に行って、ここは銀座のヤマハですね。ここは本当に品揃えが良くて、まあ僕も日本滞在中はたまに行くんですけども、まあウィーンでは手に入らない日本語での、まあ、専門書とかをこの日は購入しました。でせっかく銀座に来たので、ちょっとカフェでも行きたいなと思ってですね、路地裏を歩いていたらこの看板を見つけたので、完全に名前だけでここにしようと思ってですね、ちょっとこのカフェに入ってみました。でカプチーノを頼んだらですね、このコーヒーに使った可愛い猫ちゃんの、こういうのなんて言うんですか、ラテマキアトって言うんですか、が出てきて、めっちゃ可愛かったです。でこのカフェの近くにですね、歌舞伎座があって、まあ、この日はこの後ですね、ちょっと美容院の予約があったので行けなかったんですけども、まあ僕もある意味ではヨーロッパで歌舞伎みたいなことをやってるので、今度日本に帰る際はですね、ぜひここで歌舞伎を見たいなと思いました。はい、ということで銀座からですね、表参道に移動して美容院にやってきました。まあ今回はですね、初リサイタルという、まあ一大イベントを控えていたので、ちょっとですね、美容師の伊丹さんに綺麗にしていただこうということで、久しぶりに日本の美容院にやってきました。まあ今回久しぶりに日本に帰って、まあやっぱりウィーンと東京って湿度がすごい違うので、まああとは水も違いますね。なので同じようにこうスタイリングをしても違ってくるんですよね、仕上がりが。なのでちょっと伊丹さんにアドバイスをもらいながら、こういう風にスタイリングした方がいいっていうのをですね、教えていただきながら髪を切っていただきました。はい、ということで無事美容院で髪をですね、綺麗にカットしていただいた後は、美容院の近くにですね、このちょっと隠れ家的な美味しい串カツ屋さんがあったので、ちょっと一杯行ってきました。
まあウィーンにいるときは白ワインを飲むことが多いんですけども、まあ、せっかくやっぱり日本にいる間はですね、日本酒を飲みたいということで、この日は日本酒の冷やを頼んだら、こうやってなんか氷で覆われて出てきてですねで、この日はこれは宮城のお酒でしたね。とっても美味しかったです。まあ僕串カツって人生で本当に数回しか行ったことないんですけども、なんか揚げ物ですけど野菜が多くて意外とヘルシーだなと思いました。ということで今日はですね、久しぶりに東京で過ごした休日の様子を皆様にご覧いただきました。今日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。